こんにちは、あやなです。あやなズボイス見てくれてありがとうございます。もしよかったら、ライク&サブスクライブ忘れないで、あと、ベルも鳴らしてね。今日は、私、あれ、サブスクライバーが400人以上で、なんか、おおってなったので、で、それをちょっと、あれ、それがすごい嬉しくて、なんかもう、正直、こんなんなるとは分からなかったと思う。だって、前はさ、もう1300人以上だったのに、いきなり400人いたから嬉しかったです。で、それ、今、横浜に、紅茶を飲んでるんですけど、あとで、新しくできた桜木町にある、その、ロープウェイ行って、ちょっと、こういう乗りたいなと思って、もし混んでなかったら行って、もし混んでたら違う日に行くことにしようってことになります。楽しみみたいな。じゃあ行くか。桜木町に着きました。ご乗車ありがとうございます。ほんじゃ今からちょっとエアキャビンの方行って、今どうなってるかちょっと混み具合見ていきます。ちょっと混んでるから、またちょっとランチ食べて、そしてまた戻ってきて、待ってたら、もうあれ20分で行くから、じゃあ行こう。じゃあ今からちょっとチケット買って、そう。大人が1000円、子供500円。大人2人と子供1人でお願いします。はい、片道でよろしいでしょうか。はい。片道で、はい。片道、大人の方お2人とお子様お1人、合計3名様でよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい、2500円でございます。失礼します。3000円お預かりいたします。ありがとうございます。こちら大人の方の片道券が2枚に、お子様の片道券1枚お待たせいたしました。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。バコードタッチお願いいたします。びっくりした。いらっしゃいませ。びっくりしたわ、一瞬だけピッピッ。もうすぐで乗れるよ。結構長い間待ったよ。
人です。カフェ様です。細長い、細っ。もう今そのエアキャビンに乗りました。でも桜木町からここすごい早かったし、ちょっと高くてあれ、まあ楽しめた。お父さんがちょっと体でかいからすごい揺れた。まあ よかった、面白かった。
まあ見てくれてありがとうございます。まあ、やきゃべもしなんか楽しそうだなと思ったら北桜木町まで来てください。まあ、ライクサブスクライブ忘れないでください。またねー。